ではホメオティック遺伝子について詳しくやってちょっと詳しく見てみましょう。ホメオティック遺伝子っていうのは、体のどの体節にどんな構造を作るか、それを支配している遺伝子です。ホメオティック遺伝子っていうのはどの体節にどんな構造を作るか支配している遺伝子です。体節っていうのは体の区切れです。症状灰なんかたくさん体に区切れがあって、ブロックみたいなもんです。ブロックがあって、例えば頭の方のブロックには触覚を作りましょうとか、胸の方のブロックには体節には羽を作りましょうとか、そんな風にどの体のブロックにどんな構造を作るか、これを支配している遺伝子をホメオティック遺伝子って言うんです。だからホメオティック遺伝子って1個じゃないんですよ。いっぱいあるんですよ。例えばこのホメオティック遺伝子はこれ遺伝子ね。このホメオティック遺伝子は触覚を作る遺伝子ですとか、このホメオティック遺伝子は羽を作る遺伝子ですっていうふうに、たくさんホメオティック遺伝子っていっぱいあるんだよ、ね、ホメオティック遺伝子っていっぱいいっぱい数があるんだよ。で、生物学者たちが気づいたのは、どのホメオティック遺伝子もすごく似ている塩基配列がある。例えばこことかここだっていうふうに、どのホメオティック2個じゃないんだよ、ホメオティック遺伝子2個どころじゃないんだよ、いっぱいあるんだよ。どのホメオティック遺伝子を見てもすごく似ている配列がいっぱい、すごく似ている配列が見つかった、すごく似ている配列が見つかるってことに気がついたのね。このホメオティック遺伝子に高く保存されたっていうけど、ホメオティック遺伝子にあるすごく似ている配列、これをホメオボックスって言います。だからホメオボックスは塩基配列のことだよ。特定の塩基配列のことでさ、遺伝子だから、遺伝子って転写翻訳されてタンパク質ができるんだよね。こっからはタンパク質ができる、いずれは転写翻訳されてタンパク質ができるし、この2個 下のホメオティック遺伝子からも転写翻訳されて、ね、タンパク質ができるし、ね、これタンパク質 ね遺伝子だから、いずれは転写翻訳されてタンパク質を作るんだよ。で、ちなみにこのホメオボックスが、ホメオボックスの部分が翻訳されてできたアミノ酸配列の部分、ここ例えば、ね、このホメオボックスの部分が翻訳されてできたアミノ酸配列の部分、ね、ホメオボックスの部分が翻訳されてできたアミノ酸配列の部分、ね、こういうふうにホメオボックスの部分から翻訳されてできたアミノ酸配列の部分を、この部分をホメオドメインって言います。だからホメオドメインっていうのはアミノ酸配列のことだよ。大体ホメオボックスが180塩基対で、で3塩基ごとに1個のアミノ酸を指定するから、ホメオドメインは大体60個のアミノ酸からなる部分です。ホメオティック遺伝子、ホメオティック遺伝子っていうのは頭の大切に触覚を作りましょう、ね、胸のところにある大切に羽を作りましょうなんて、どの体質にどんな構造を作るかを支配している遺伝子がホメオティック遺伝子で、たくさんあるホメオティック遺伝子の中ですごく似ている配列が、ね、どのホメオティック遺伝子も持っている似ている配列が見つかって、その配列をホメオボックスと言います。で、ホメオボックスが翻訳されてできたアミノ酸の部分をホメオドメインっていう、ね、基本的にね、これでもう本当に OK なんだけど、生物学者がこれ研究した時に、ホメオボックスってこれ症状バイ特有なのかなってちょっと思ったね。症状バイだけにあるホメオボックスっていう領域なのかな、ね、ホメオティック遺伝子っぽいものは他の動物にはないのかなと思って哺乳類を調べたら、哺乳類の遺伝子にもホメオボックスを持つ遺伝子が見つかったのね。どころか生物界全部調べてみたら、ほぼ全ての生物にどんどんホメオボックスを持つ遺伝子が見つかってきて
今では植物にすらホメオボックスを持つ遺伝子が見つかってる。この話ってショウジョウバエだけの話じゃなくて生物界に広がる話だったのね。もちろん僕ら人にもたくさんのホメオボックスを持つ遺伝子がたくさん見つかってるんだよ。で、これホメオボックスってホメオボックスを持つ遺伝子って何かしら意味がありそうだぞって、こんなに生物界に広く保存されてるってどういうことだろうと思って、まあ、今なお研究が進んでるところです。ホメオボックス遺伝子、人で見つかったのも全部含めてホックス遺伝子って呼んでます。あの上で見たホメオティック遺伝子も含めてホックス遺伝子とまとめています。だから症状バイのホメオティック遺伝子もホックス遺伝子の一つだったって今は言い方をするのね。